私は家に帰って手記を取ってくるから、後で万民堂で落ち合いましょう。なら私も準備してくるね。旅人はこの辺を見て回ってる？それとも店の中に入って休憩する？ちょうど彼女に伝えたいことがあるの。シャンリンは先に用事を済ませててくれる？はい。旅人、こっちへ。そのシャンリンとの付き合い方を教えてくれないかしら。国政、そんなことで悩んでたのか。おかしいかしら。なんでそんな目で私を見るの。国政は有能で自信があって何でもできる感じがするから。そんなことないわ。シャンリンはいつも温かく迎えてくれるし、特に今回は私を助けてくれたでしょ。いわゆるその友達というか。とにかくあんなに親身になってくれるお人よしの女の子との接し方がわからないの。旅人、教えてくれない？そう。礼を言うわ。それじゃあまた後で会いましょう。国政、照れてたな。いつもの国政からは想像できない悩み事だったぞ。座って待っててくれる？私は荷物を準備するから、食材が足りてるかも確認しないと。お、もう聞くのか。どうしたの？お前が聞くんじゃなかったのかよ。オイラに丸投げするなんて。まあつまり、さっき防御旅館でシャンリンと国政が仲良くしてるのを見たんだけど。国政、そうだな。国政はいい人だし付き合いやすい性格でしょ。誰だってこういう人とは仲良しになりたいと思うけど。お前すごいな。オイラが初めて国政に会った時なんか気難しそうなやつだと思ったぞ。そうなの？私は最初からいい人だと思ってたよ。さっきも王女旅館で国政がこっそりクオッパーに美味しいものを食べさせてあげてたのを見たしね。気づかなかった？いい人なのは分かってるぞ。ただ第一印象でそれに気づけたのか。第一印象、貝は食べたことある？貝って開けにくいけど焼くととても美味しいでしょ。貝ならたくさん見てきたけど、焼いたのは食べたことないな。じゃあ今度私が焼いてあげるね。つまり国政もそれと同じだよ。第一印象はとっつきにくい感じがあるかもしれないけど、接していくうちに優しい一面が見えてくるの。それにグオーパーに料理を盗み食いされたにもかかわらず、グオーパーの面倒を見てくれるなんてすごく感謝してるんだ。なるほど。なあ、オイラ分かったんだけど、シャンリンって直感で動くタイプだし、だから最初から国政と距離が近かったんじゃないか。
人参とカニが残ってる。それとハムとキノコも。国生はどんなレシピを持ってくるんだろう。あれ、なんか急に外が騒がしくなったぞ。何かあったのかな。あ、大きな鳥。あ、あの白いのって。ブレーナ、白いのとはなんだ。わらわにはちゃんと名がある。龍雲爵風神君だ。龍雲爵風、仙人みたいな名前だね。なかなかに鋭いな、小娘よ。よくぞ見抜いた。先ほどの無礼は目をつぶろう。旅の者、久しぶりだ。なんだ、月夜祭のためにリーウェイを駆け回っているのか。名高い旅の者がこの月夜祭に参加するとは、今年の祭りはなかなかに侮れない。食とサンガのこと？そうだ。月夜祭の期間は旬の食材が食べ頃となり、美食を味わうのに絶好の機会だ。君たちが祭りを多彩に飾りつける姿を見て、わらわもじっとしていられなくなってな。美食と料理を作ることに関して、わらわの腕と発想は誰にも負けぬ。仙人たるわらわの神髄を込めた新たなからくり調理神器を世に見せつけてやろう。からくり調理神器って何？からくり調理神器ってなんだ？まあ、そう焦ることはない。わらわはただ挨拶に来ただけだ。時が来ればおのずとこれが何なのかわかる。それと旅人、君は食に関してなかなかの見識を持っているようだ。その時が協力してほしいってことか。理解したならそれでいい。司祭を言うまでもないだろう。要件は伝えた。属世の地に長くとどまることはできない。わらわからの招聘を待つがいい。ではまた会おう。なんていうか風のような女性。あ、いや、仙人じゃなくて船長だったな。さっきの鳥、すごい方みたいだね。料理もできるなんて。そうだぞ、あいつは美食家なんだ。ここに集まって何してるの？仙人ならもう行ったみたいよ。国生、戻ってたのか。待たせちゃったわね。シャンリン、これが祖父の残した手記にあったレシピよ。原本は家の外に持ち出せなかったから書き写したのを持ってきたわ。けどもともとこれは祖父が古書の中から見つけたものなの。その古書自体かなり古いものだから、ところどころ内容が欠けててね。レシピも完全じゃないみたい。それで分かればいいのだけど。おお、早速確認してみるよ。うん、どれどれ。なるほど、後で試してみるよ。頼んだわ。あれ、皆さん
ここでどうされたのですか？この声は。お話中失礼します。私もちょうどこの辺りで買い物をしていたところ、騒ぎを聞きつけまして見に来たのです。龍雲釈風神君のことかしら？さっき私もあの方を見たわ。街中に突然現れるなんて、なんというか人騒がせな仙人ね。国生さんも彼女を見たのですか？あ、少しお時間をいただけますか？お聞きしたいことがあります。どうしたの、関羽？何か急な仕事でも？いいえ、仕事とは関係のないことです。私がお伺いしたいのは個人的な質問で。個人的な問題かしら？でもそんなはずは。最近は仕事で特に問題もなかったし。いいですか、私本当に聞きますよ。え、どうしたの？龍雲釈風神君はかなり長い間ここにいたようですが、彼女から何か私の幼少時代に関わる話を聞きましたか？幼少時代について？話してなかったわよ。本当ですか？よかったです。彼女はいつも関係のない話をしてしまうのです。私に関するつまらない過去を喋っていないか心配で。安心して、何も言ってなかったから。そんなこと言ったらむしろ国生も関羽の幼少時代が気になってくるんじゃないか？話さないでください。大丈夫よ、興味もなければ聞くつもりもないわ。関羽には知られたくない秘密があるってことでしょ？他人がそれに口出しすべきではないわ。これは礼儀に関わることよ、当然でしょ。土星論でオイラが口を挟む隙もない。国生さん、あなた。わかりました、ありがとうございます。あなたはやっぱり優しくて思いやりのある、私の思っていた通りの方です。いきなりそんなこと言わないでよ。まあいいわ、相変わらず忙しいんでしょ？早く帰りなさい。そうですね。皆さん、私にはまだ仕事が残っているのでこれで失礼します。国生さんをどうぞよろしくお願いいたします。ちょっともちろん、オイラたちに任せとけ。ありがとうございます。ではまた今度。そのことは忘れてちょうだい。みんな、ちょっと思いついたことがあるの。さっきのシン君を見て思ったんだ。もしかしたらかまど神も仙人の可能性があるんじゃないかな。お、確かにありえるな。断言はできないけどその可能性は高いと思う。それなら仙人に聞いてみようよ。師匠なら力になってくれるかも。師匠、つまりシャンリンの師匠は仙人なの？うん、玉境内にいると思うよ。その人のところに連れてってあげるよ。